in the painting named Virgin in the Rocks, Louvre edition by Leonardo da Vinci, we see unusual rocks at the right top about which I, Hiroshi, reckon that these rocks are sort of a part of the underwater base somewhere, most probably on the Mars. The two rectangular objects which cross these rocks in between are passages, and we may even see window-like squares on the surface together with a shadow of a passage. Under the base, we may also see what appear to be pillars or pipes that seem to support the base from the ground. I, Hiroshi Hayashi, would like to prove in this video that these four people, including Maria, are now in a capsule underwater, and in their back, the rocks behind them are not just rocks. It is striking to know that Jesus Christ, after 1500 years, had left us humans so many messages in this painting, and here is another one. 岩窟の聖母ルーブル版です。この絵画の右上に描かれている岩に今日は注目してみます。つまりこれはただの岩なのでしょうかということです。岩窟の聖母の絵の中の4人の人たちがカプセルに入って水中にいることを考え合わせるなら、私にはこれはただの岩とはどうしても考えられません。例によって例のごとく1500年後のイエスはダヴィンチなる操り人形芸術家を通して私たち人間に何かもっと重大なメッセージをこの絵の中に隠し込んだのではないかと私林浩司は考えます。つまり水中基地です。広志林浜松3ジャパン。水中基地というわけではありませんが、世界で水中都市が次々と発見されています。このサイトは7つの海底都市と題して、7つの海底都市を紹介しています。話を先に進める前に皆さんに水中の海底都市を紹介します。これはクレオパトラのアレキサンドリアと名付けられている水中都市です。何らかの地殻変動によってもともとは陸上にあったものがこのように水中に沈んだということになっています。ギリシャでも発見されています。パブロ・ペトリと呼ばれている水中都市です。やはり地殻変動でこのように、海底に沈んだということになっています。ジャマイカのポートロイヤルでもやはり水中都市が発見されています。この水中都市の特徴は、広大だということですね。そしてこのように地図まで書かれています。ダイバーたちの格好の探検場所にもなっているようです。そして次はインドのカンベイ湾にあるダルカ水中都市です。このダルカ水中都市の特徴は、何しろ人間の歴史を超えてはるかに古いということです。それについての論文はこの後に紹介しますが、このような水中都市が次々と発見されています。で、そのダルカ水中都市についてある日本のウェブサイトは次のように紹介していきます。なんと9500年前の水中都市というのです。で、話を岩窟の聖母に戻します。岩窟の聖母の右上に書かれているのは、これは
水中基地ではないかというのが私林博の考えです。ではもう一度最初から検証し直してみたいと思います。岩窟の聖母ルーブル版です。この絵については今までたびたび検証してきましたが、今日は右上のこの岩の部分について検証し直してみたいと思います。今木枠で囲った部分を拡大してみました。右です。そして明度を少し上げてみます。右に見えるドーム用の物体は私は建物と判断しました。そしてそのドームと左の岩をつなぐ2本の通路のような、まあ、長方形が見えます。で線をつけてみました。私はこれを通路と判断しました。そして右下に影のようなものまで描かれています。でこの黄色い部分は私は窓と判断しました、まあ、水中基地の中の窓ということになります。で上がドームの天井ですね。そしてこの2つの通路、連絡通路と言ったら良いのでしょうか。そして窓らしきものも見えるということです。窓枠もよく見るとあるように見えます。でこの通路の上のこの部分ですけども何かあるように見えます。で明度を上げてみますと何かしら別の物体が付属と言いますか付着しているのが分かります。これは何なのでしょうか。まあ、一応ここではクエスチョンマークをつけておきます。そしてその下に影らしきものも描かれています。これはただ単なる岩石なのでしょうか。岩石であるとするならばこの岩石は大変不自然な岩石ということになります。左右にまたがって描かれています。でこの黄色い丸の部分に注意してみます。私はこれを窓と判断しました。でこの部分を拡大してみました。今一番左端にその部分がやってきました。そして右の方に明るい部分が、まあ、続いています。これらは窓ではないでしょうか。人間の考える窓とはだいぶ感じが違いますが、窓ガラスの代わりに何かしら厚いクリスタルのようなものがあるような感じに描かれています。で結論ということになりますが、私林博はここに描かれているのは水中基地ではないかと判断しています。断定はできませんが、そうでないとはもっと言えないという意味で水中基地ではないかと判断しています。そしてその水中基地をですね、このようなまあ、物体が下から支えているということになります。そしてその支え部のようなものの左にですね、何かしら溶岩状の黒い物体が垂れ下がっているようにも見えます。でラインを入れてみましたが、やはり右側にも同じようなものが垂れ下がっているように見えます。何でしょうということになりますが、つまりこれ全体としてみると、これは水中の基地ということになるのではないでしょうか。もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。で私は、まあ、この基地にですね色をつけてみました。全体の形としてはこのような形でかなり幾何学的な形をしているのがわかります。で色をつけてみますとこのようになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは、まあ、水中基地をこのように隠し描き込んだということになります。続く動画をどうかご覧になってください。水中のマドンナ、その証拠と証明です。
Aliens Underwater Bases Mystery of Leonardo da Vinci Hiroshi Hayashi Hamama City Japan、アメリカのですね、カリフォルニア州のマリブの沖合にエイリアンの水中都市、水中基地があるというふうにネット上で騒がれています。まず皆さんをその場所に案内します。で、カリフォルニア州のマリブという町の沖合、約 7.5 キロのところです。まあ、ここにですね、まあ、上空から見ると、楕円形と言いますか、卵型の構造物らしきものがあるというわけです。上部は完全なフラットになっているということだそうです。まあ、緯度経度はここに示しておきますので、皆さん自身でも確認していただけるものと思います。で、この長さが4キロですね。縦が4キロ。そして幅が 2.2 キロ。まあ、これが構造物であるとするならば、極めて巨大になってますかね。構造物であるということになります。で、この写真が Google Earth 上で公開されている写真です。で、この上の部分を屋根としますね。そうしますと、この縦のこう見えるものは、これは柱ということになるわけですね。で、このこうした柱に支えられた、まあ、巨大な構造物があるということになりますけども、果たしてこうした柱でこうした構造物を支えられるかどうかという問題もないわけではありません。極めて強固になってますか。硬い岩盤であっても、これちょっと難しいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ともかくも、この長さが4キロあるというわけです。で、色をつけてみました。で、これは何かということですけども、まあ、こうした写真はですね、Google Earth の場合は、衛星からレーダー撮影をしているわけですね。ですから、まあ、海の中もこのように映るというわけですけども、しかし、屋根の下の部分まで、回り込んで撮影するということはできないわけですね。いわゆる 3D であってもね、あくまでもカメラの位置は宇宙ですから、まあ、撮れないんじゃないかということも考えられるわけです。まあ、それはさておいて、とにかくこれは何かということになるわけですけども、夢が膨らむと言いますか、想像力がかき立てられます。が、しかし私が発見した水中基地は、これは確かです。皆さんに紹介します。これは岩窟の聖母と言われている、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、操り人形画家が描いたということになってますけども、ここの部分、赤い部分に注意してください。この部分に構造物らしきものが描かれています。注意深くご覧くださいね。橋桁のようなものがあって、その、まあ、上の方にこの、なんて言いますか、水中であるという証拠が残っています。これについては、続く動画の中で詳しく皆さんに紹介しますので、ともかくここの絵全体がですね、この、洞窟って言いますか、岩窟全体が水の中にあるということです。そしてその中に、このような構造物って言いますか、幾何学的なラインを持つ、構造物が描かれているということですね。で、橋桁左右に渡ってますけど、ここですね、この下に影のようなものも描かれているということですね。そして窓らしきものもあって、その窓の中には人影のようなものも描かれているということです。そして直線的な構造物で、構造をしているということですね。で、ここに注意していただきたいと思います。で、この赤い部分を拡大してみます。で、これがその、まあ、拡大した部分ですけども、ちょうど中央あたりに窓らしきものが見えますね。非常にいいものになってますが、機械的、メカニックな構造物であることがわかります。で、これはまあ何かということですけども、全体がですね、水中にあることを考えますと、これは水中都市ということになるのではないでしょうか。これは私、林宏氏が発見したことですから、自信を持って皆さんにそのようにお伝えできます。500年間誰も気がつかなかったんですね。まあ、皆さん岩だというふうに思い込んでいたのではないでしょうか。で、この構造物らしきもので、この橋桁があっていますか、左右にまたがっていると。そして影もできていると。そしてこの直線的な、まあ、構造物ってことになるわけですね。で、まあ、これは私は1500年後のイエスが、まあ、なんて言うか、水中都市を表現したものだと判断しています。で、もう一つはカリフォルニア州、マリブの沖合の、いわゆる、まあ、水中基地らしきものに戻ってみます。で、もう一つこれ皆さんに見ていただきたいんですけども、まあ、果たしてこれがですね、水中基地なのか、それともそうでないかってことになってくるわけですけどもね、長さ4キロ、巨大ですね。もしこれが構造物であるとするならば、巨大だと思います。幅が 2.2 キロですからね。そして、まあ、
上部が完全に平らになっていると。しかし先ほど言いましたように、この宇宙から撮った写真ですからね、その屋根の下までは撮れないはずなんですけども、何かしらこう、中にこう入り込んでる感じもしないわけでもないわけです。まあこれ本当にこれ、っていうことになってね、言葉が詰まってしまいますけども、皆さんの判断はどうでしょうか。で、その周辺にもこのような人工構造物らしきものが捉えられているということですね。はい。これは何でしょうか。まあ、いたずらってことは、まあ、ありえませんけどもね。もう、これ発表されて2014年の10月ですから、もう、現在、もう、2年近くになってますけどもね、それ以後あまり大きな話題になっていないところを見ると、どこかでブレーキがかかっている可能性もあります。で、この写真はちょっと特に注意していただきたいんですけども、こういうふうに撮れるわけですね。普通は、衛星から撮った場合にはね。ですから、これを縦の棒、なんていうか、崖のようなところを柱と見間違えているのかなっていう可能性もないわけでありません。しかし、全体として見ると、まあ、自然にできたものというふうに片付けてしまうのも、まあ、難しいんじゃないかと思います。つまり、頭の中で、その綱引きが始まるわけですね。いわゆる、まあ、自然にできたものなのか、あるいは人工的な構造物なのかという部分で、頭の中で綱引きが始まって、どっちへ、まあ、イエスかイエスでないか、イエス、ノーかノーでないかという、まあ、綱引きが始まるわけです。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。まあ、私はですね、このような水中都市が、水中基地と言いますかね、水中都市があったと聞いても、まあ今までの流れからしてね、驚きません。まあ一つのね、考え方、まあ証拠としては、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がね、描いたとされる岩窟の聖母に、その一つが現れているということになります。まあ続く動画の中で、岩窟の聖母についての絵の、検証をしています。by 林博士です。どうかご覧になってください。それでは皆さん、バイ。It is said that independent thinkers are such people who are more analytical and witty in every way.They are normally self-confident and do not let themselves get worked up by conflict and criticism. They are very much aware of their own strengths and have no doubt about their own abilities. We have to be independent thinkers, especially when we are confronted with a mystery in front of us, or otherwise we would get lost in the labyrinth of mysteries as ever. Here you see one of the examples of a mysteryA mystery of paintings painted by Leonardo, who was a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years. Independent thinker, つまり独自の考えを持つ人は全体的に分析的でかつ基地に富んでいます。自分に自信があり他人の批判があったからといってへこたれるようなことはありません。このタイプの人は自分の力をよく知っていて自分の能力を疑うということがありません。何かの謎に直面したときは特にそうです。つまり私たちはインディペンダントセンカーでなければなりません。でないと私たちは謎の迷路の中で右往左往するだけということになりかねません。ここではダヴィンチ、つまり1500年後のイエスによって捏造された画家ダヴィンチの絵についてもう一度考えてみます。今ご覧いただいているのがダヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。この絵で注意していただきたいのは岩窟の穴を通して空が見え、その空には皆細かい木の葉や枝が描かれているという点です。が、そこに木があるわけではありません。どこか枯れたような木の葉だけです。そしてこの絵の上部には山が描かれてますが、その山の輪郭はあたかも水中から外の景色を見たかのようにぼんやりとしています。またその空にはさざ波のような奇妙な模様が描かれています。さざ波です。注意深くご覧ください。これらの人々は水中のカプセルの中にいると私、林博士は判断しました。岩窟の聖母ではなく水中の聖母 by 林博士です。
では画面を見ながら説明します。私、林博はですね、これは岩窟の聖母ではなくて、カプセルに入った水中の聖母と判断しています。その理由の第一はですね、空の模様です。その空の模様がですね、水中から外を撮った写真の表現の仕方と全く同じであるという点です。まあ、それは皆さん自身が判断していただければ結構ですけども、まあ、こうした事実を見たときにですね、私たちはどのように考えるべきかということなんですね。既存の今まで500年以上もですね、語り継がれてきた説に従うか、あるいは自分で考えて自分で判断するかということになります。そこで重要なのが、インディペンダントティンカーということになります。で、自分で考えていくということですね。そして自分で判断していくということですね。でないと、先ほども言いましたように、謎の迷路の中でね、右往左往して、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だと、それだけを繰り返して、いつまでも先には進めないということになります。今、空の様子と水中からですね、空、外を撮った写真の様子と見比べていただいてますけども、全く同じであるということですね。なあち、この上の、って言いますか、いわゆる水中のマドンナはですね、絵というのではなくて、写真技術を使って描かれた絵ということになります。なあち、1500年後のイエスが描いた絵ということになります。もちろん、ダヴィンチはただの操り人形でした。で、もう一つの例なんですけどもね、これは、まあ、どちらかというと、マイナーな、謎ということになりますけども、まあ、例えばですね、こうした山の景色がありますね。で、この山の景色を、まあ、写真で撮るときにですね、まず第一に水平に撮る撮り方がありますね。これは同じ高さから、ほぼ同じ高さから撮った写真ってことになります。まあ、このように見えるわけですね。今度は上方から撮る場合もあるわけですね。より高い山、あるいは飛行機から撮る場合には、このように見えるわけです。で、このように、まあ、なんて言いますか、水平線がずっと奥の方に伸びていくわけですね。もう一つは、下から見上げるようにして撮る写真もあるわけです。まあ、ここに注意してくださいね。そして一番上の写真を、絵を見ていただくとわかりますよね。これは明らかに、空から、あるいは高、より高いところから、まあ、撮った、描いた絵ということになるわけですね。一応ね、絵ということになりますけども、まあ、それをですね、ダヴィンチなる、まあ、操り人形はですね、糸車の聖母の中にそれを表現しています。この絵を見ていただくとわかりますように、どうもおかしいんですよね。というのは、この背景の絵はですね、高い、より高いところ、もっと言えば飛行機から撮ったような景色になっているわけです。ところが、その聖母と、まあ、イエスと思われる子供はですね、垂直に立ってるわけですね。すなわち、角度が合わないわけですよね。もう皆さん自身で判断しかない。あれはまあ、そんな難しい説明しなくともですね、まあ、絵心のある方ならみんなわかると思いますけども、これは空、あるいはより高いところから撮った、描いた絵ということになるわけですね。で、そこにマドンナと子供がこういう、このように、まあ、表現されている。すなわち、チグハグなんですね。見た感じ、何かおかしいという印象を、まあ、皆さんもお持ちになると思われます。まあ、これはですね、ですから、まあ、先ほど言いましたように、カプセルの中の水中のマドンナという説をですね、さらに、まあ、広げて考えていきますとですね、これは、まあ、この絵そのものがですね、空中からですね、むしろ下の方を見て、角度をね、描かれたと言いますか、もっと言えば写真なんですけどね、回りくどい言い方を言いまして、写真なんですけども、そうして写真、そうして撮られた写真を元にして作られた絵ということになります。まあこれ、まあある意味でマイナーな謎ということになりますけども、まあこの問題についても一度決着をつけておかねばならないと思いましたので、皆さんにこのような絵を紹介しました。続く動画はですね、カプセルに入った水中のマドンナです。カプセルに入った水中のマドンナです。どうかご覧になってください。Bye for now. John Lennon still sings this song for us. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us.Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer.But I'm not the only one. I hope someday you will join us.
and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Hiroshiyashi, Hamama City, Japan。岩窟の聖母、ルーブル版です。この中には4人の人たちが描かれています。聖母と天使と、それに2人の子供たちですね。で、この4人の人たちがどこにいるかというのは今日の謎です。というようなことを聞きますと皆さんはこうおっしゃいますよね。バカ言っちゃいけないよと。この4人の人は岩窟にいるんだよ。だから岩窟の聖母と言うんだよ。と。本当にそうでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。で、この白い枠に注意してください。この白い枠の中に奇妙なものが描かれています。チューブからご覧ください。これが今日の第一のポイントということになります。で、明るくしてみますと、さざ波のようなものが見えてきますね。実はこれ、さざ波なんですよ。で、実際のさざ波の写真と比べてみますと、これがさざ波だということがよくわかります。すなわち、水の表面で小さな波が、波立っているということですよね。右上が写真です。比べてみてください。ダヴィンチはこのような形でさざ波を正確に表現しました。ですからこの水色の枠の中を見てください。水の中の様子がですね、ラインが途切れていますね。ということはこれやはりさざ波だということです。なあち、このような形でダヴィンチはこの4人がですね、水の中にいるということを表現しました。で、その証拠、もう一つの証拠がこの右のところにあります。これが今日の第2のポイントということになります。注目はご覧ください。ここには花が描かれていますけども、この花はどうもおかしいですね。茎がありません。それに透明感があります。向こうの景色が透けて見えます。なあち、これはですね、水面に浮かぶ、水面に浮かぶ花の、花びらの裏側ということになるわけです。この絵の裏、上の方にですね、花があって、それも花がですね、このようにして、水面に映っているということになります。ですから、花びらが皆裏返しになっています。そして、茎がありません。なあち、4人は水の中にいます。もう一度、詳しく検証しています。今日は、ここが大変重要なポイントとなります。左の上に、やはり、草木が描かれています。先ほど言いました赤いところが、透明感のある、花ということになります。比較してみると、それがよくわかります。ここに、草木がありますね。で、これを拡大してみますと、このようになっています。輪郭がはっきりして、枝って言いますかね、茎もしっかりと描かれています。ところが、右の方は、その枝とか茎がありません。花びらだけです。比較してみると、左の方は透明感がなく輪郭がしっかりして、しかし、右の方は透明感があって、輪郭がはっきりしないと言いますか、いわゆる向こうの景色が透けて見えるということですね。こうして比較してみますと、右のこの花びらは花ではなく、花は花なんですけども、水面に映る、花ということになります。なあち、水の中ということを示しています。ここが今日は重要ですよ。いいですか？この4人の、人たちは水の中にいるということなんですね。もう一度ここを確認してください。これらは水、水面に映る花ということです。by 林博士です。そしてこの花びらを見てくださいね。裏返しになってますね。そしてこの花びらをですね、もう一度見てください。上に花のようなものがあって、そしてそれがですね、水面に、映っているということです。ダヴィンチはこのような形でですね、4人は水の中にいるということを表現しました。しかも写真のように正確ですよね。もちろんこれは絵ではありませんよ。写真技術を使ってダヴィンチが描いたものです。で、もう一度この岩窟の聖母に話を戻します。で、このマリアって言いますかね、聖母のローブに注意してください。このローブの線ですね。この青い線と上と下では風合いが違うと言いますかね。やや下の方がぼやけた感じがしますし、この青い線から上は、ピントが合ってるという言い方なんですけどもね。はっきりしています。で、ブルーの線を水平にしてみました。すなわち、私はこのブルーの線から下が水の中。そしてブルーの線から上が、水の、外ということに、と判断しました。いかがでしょうか。で、このことはですね、続く重大な事実へと、つながっていきます。
で、私はジョン・レノンのように夢を見続けます。この夢が、この謎解きを大変楽しくしてくれます。で、皆さんにこれから、ダヴィンチの不思議な世界へ案内いたします。この空を見てください。空を見ますと、草花がですね、空に散っているのがわかりますね。空に散っているのがわかりますね。そしてその右下も、やはり空に草花が散っているのがわかります。そして、左のこの小さな部分も、やはりそこには草花が描かれて、空に散っているのがわかります。空にパラ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 と散っている様子ですね。で、このもう一つ左の部分ですけども、この部分も、やはり空に草花が描いてあります。なぜこんな絵を描いたかということなんですよね。また、こうなるとこの4人はどこにいるかということになってくるわけです。注目をご覧ください。これが今日の第3のポイントということになりますけど、この部分を見ますと、草花が空を舞ってますね。向こうの景色の手前に描かれています。一番上の、やや右のこの景色も、花もですね、空に散ってるんですけども、山の手前にありますね。この今、そしてこの部分がですね、さだ波が描かれています。もやもやもやとしていますね。なぜこんな絵を描いたか。もう言うまでもありませんね。これは透明のカプセルの中から見た景色と林博士は判断しました。十分かご覧ください。で、この透明の中にこの4人がいて、そしてまあその中からまあ外を見てると言いますか、その中にいる様子をこうしてダヴィンチは絵に描いたということになります。それを表現するためにこの4人が水の中にいますよということをダヴィンチはこのような形で表現したわけです。もう一度十分かご覧くださいね。いいですか？この上の部分ですね。もやもやもやとしてますね。そこで今度は、実際に水の中から外を見た景色と比較しています。上を拡大しています。そうして部分的に比較してみますと、全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。すなわち、上の景色はですね、カプセルのようなものの中から、水の中にあるカプセルですよ。から、外を見た景色ということになります。そしてその向こうには山がある。ですから、山の輪郭を見てください。もやもやもやとしてますね。これは水の中から外を見たということを表していると、林博士は判断しました。なあち、この4人の人は、岩窟にいるのではなくて、透明カプセルの中にいるということになります。この4人の人は、岩窟ではなくて、透明カプセルの中にいるということになります。しかもその透明カプセルは、水の中にあるということになります。楽しいですね。となると、この向かって右側にあるこの物体は何かということになるわけですね。手前にもやもやしてますから、その透明カプセルの向こうにあるわけです。なあち、これが、ダヴィンチの描いた水中都市ということになります。そこへこの4人の人たちがですね、透明カプセルに乗って行って、そして透明カプセルの中から外を見たということになります。この黄色い部分が何かしら窓のように見えるのも、まあ、これは私の夢かもしれません。そしてこの窓には何かしら人影のようなものも見えます。これも私の夢かもしれません。私はジョン・レノンが言うように、夢見る人です。またその夢見るがゆえに、こうした謎解きもさらに楽しくなるのではないでしょうか。皆さん、岩窟の聖母ではないんですよ。透明カプセルの中の聖母ということになります。Bye for now.